かふか。ふかふか。すげえ気持ちいい。あのひろさんのトンボ。いっぱいいるじゃん。トンボが。誰もキャンプしない。設営しない。ただ野に寝るだけ。これ車で。わあ西村いいよこれ後ろの黄色さ。こっちいいですね。いいねこの緑と秋だねこれ。あとトンボ。トンボだ。ね、トンボ写しずれ。そうっすね。盆栽の評価の仕方。なんて気持ちいいんだ。気持ちいいっすね。うわあ。キャンプ追求したらキャンプじゃなくなるっていう。うわあいい一言。確かに。すげえいい一言だね。本当だね。だから飯も作らないし、もうぼーっとするんですよね。いや確かにそうだね。キャンプじゃなくなる。気持ちいいわ。確かにぼーっとする時間がちょっとなかったんですよ。そうなかったね。ね。いやそうなのよ。もうせかせかしてたんですね。ビジネス使いするよ。あとやっぱキャンプ場だと金払っているから、うんはい、なんかお金が発生してるからなんか無理して楽しまないと。そうですよね。だってここだったらもう何時に帰ってもいいわけじゃないですか。そうぼーっとしてていいやもんね。やっと自然と向き合えた。あ名言だな今。名言が増えるね。増えますね。うん流れてるな。流れてるですよね。川ですから。探索中です。川ですから流れるんですよ。あれめっちゃいいよ、ね。ツアーまだ奥行っていいですか。あ、行きましょうか。このようにアマガエルもね、ぴょんぴょんぴょん跳ねてる。カエルぐらいいるんじゃないですか。あ、本当だ。これ誰のカエルでしたっけ。僕の。俺のカエルで。出たらもう違う人のカエル。うわ2匹だ。2匹だ。うわ3匹。全部あれですか。見えない。全部俺のカエル。あ見えない。俺のカエル。浮いてますけどどうですか。蝶は。それ俺の蝶。浮いてるのに。あっち行っても。空中は持ち物じゃないです。あ今俺の手から離れた。空中でしたよ今。うわあヒューさんのカエルいっぱいおるわ。そうなの。魚も。でまあここ。がダムになって、はい、あっちの僕んち、あっちもあっちも、うん、この下も、はい、ここがやっぱメイン、ここがメインですね。あら、こちらが、あっちが、うわ、こちらがメインとなってます。うわ、めっちゃいいじゃん。今のところ昼地帯、ただ山なるほどね。そうなんで、冬はもう余裕ですね。はい、じゃあ冬にちょっと、ああ音ちょうどいいですね。ね、音ちょうどいい。音重要視してるよね、あの番組でも言ってたけど、ちょうどいい。わ、ほんとだ。わかんない。ちょっと静かにして。そうか。確かに、あの、滝沢園だと強すぎたりするよね。強すぎるよ。近いと。ここはちょうどいい。喜んでおります。今言わせましたよ。喜んでおります。何が喜んでるんですか。いや、俺の山が。うちの山も喜んでおります。もう山褒めると喜んでくれてる。なんか死んだ人扱うんですよ。お宅の山にもちょっとお邪魔しますんで。いや、もうぜひぜひ。ご挨拶を。はい。後ろ山も喜びますよ。ヒロさんが来るから。いや、どういうこと？どういうこと？合わせたいですね、うちの山と。合わせたいですね。合わない。無理や。合わない。多分合うと思うんですよ。気は合うと思う。どうにかね。今日視察に来てますからね。ウエストビレッジからの視察。今度あれじゃないですか、別々でおのおのの山行ってる時に中継して。ビデオ電話で。そっちの山どうですかって言うんでしょ。山同士合わせてあげれば。ちょっとこの辺もなんか。あ、いいですね。じゃあもう。TTXL。
どうですか。じゃあ自分で座ってみて。あ、車と木の。あ、そうそう。いいですね。自分で座ってみて。あ、ちょっとなんか偉い寒くない。偉いこうだね、クノーズだね。あ、まず高さが、角度が。いや、高さはいいんだけど、もうちょっとこう。まっすぐな感じ。うん。じゃあ足痛くなりますよね。うん。あ、これだと。あ、向こうにですね。めんどくさいね。いやー、なんか紐で調整できないかな。うん、わー、一回飲んだら辛いな。なんか昼からこうやってみんなで食うの難しいよ。初めてですからね。夜やるパターンやね。ね、夜の。まあ、寝てみるか。え、なんかでも全然いいんですけど。あ、今大丈夫ですか。あ、本当ですか。うわー、いや、いい。あ、こんな安定感あるんだ。しかもこれ、上張らなくてもこれだけで安定するらしい。網の部分が。あ、いいやつ。最新の。へえ。あ、そういうことか。これ入れるだけで。これがもうドーム状になるから。上のロープがいらないの。いらないみたい。だってハンモック天国だからね。ハンモック天国。ウエストビレッジは。待てねえな。じゃあ行く。これに入ってみたいんですよ。あ、すげえ。でかいね。なんか2人ぐらいいけそうな。あ、いいっす。ちょっと1本だけ。あ、行ってください。わあ、すげえ。うわー、気持ちいい。最高。もう食おう。行きます。じゃあちょっと乾杯しましょう か、うん、お祝いの、うん、じゃあウイスキーを入れていただいて。はい、入れますよ。はい、入れて。広志川の水で。広志川の。そして広志川の水を入ります。入ります。ファーストタイム。おお。まあまあ濃いめだから水入れた方がいいんじゃないですか。でも5対1ぐらいでいいんですよね。うん、ハイボールだったら。これまあ水です。うわ。広志川終わり。いいね。でちょっとお酒もいただいて。ダメよ。まだな。怒られる。ああ、どうぞ。じゃあちょっと。はい。はい。皆様。おめでとうございます。山高におめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。西村さんもおめでとう。ありがとうございます。いつか僕らも。はい。車購入しました。おめでとうございます。あざ。そうですか。いやー。これは酔うわ。酔う。ちょっと、広清水いいですか？ 2 番、2番線。どう？え、うまく感じる。いや、そう、広志川の水だから。わっ、このウイスキー美味しく感じる。うん、ちょっといい。マーカーズ、美味しい。何だっけこれ。広志水。ね。メーカーズ。ああ。広志水、うまくない？高度高いですよね。あ、そうなの？高度が高い。メーカーズマーク。高度が高いってことなんだ。さらっとしてる。エビアみたいな。ああ、エビア、エビア。うん、あ、わかる？硬い。うん。マジで硬い。すげえな。うわ、うまいっすね。うまいよ。うまい。水割りいいな。俺アメリカで水ソムリエでいいのよ、とかに。何の話？どう酔っとるんかね。ソムリエでいいの人にね、認められましたから僕。ソムリエの人に。はい、あ、味がわかるって？水の、利き水しちゃったんですよ。で、全部正解したんですよ、僕。あ、そう。すげえ。はい。なんかタイでもさ、水をやたらこう。水が大好きなんです。
生サンマならありますけどね、またいつも買った。あーかぶったーまあね、前もサンマサンマかぶりますよね、秋だから。あ、俺も広志川の水飲みたいな。あるよ、いくらでも溢れ出てくる。氷もらっていい？はい、そう広志川のもうちょっとだけ、うん、あ、全然ありがとうございます。ありがとうございます。私も一杯広島はいただいてよろしいですか？あれおい、あれこれはどこで？これはフィンランドで。あ、1000円ぐらいでした。通りで。え、1000円なんですか、フィンランドで。そうそう。安くないですか？なんでちょっと敬語使ってるんですか？フィンランドに敬語使ってるから。あ、そうですね。いいね。うわぁ。でも、なんか内容量少なくない？これ。そうですね。まあ、趣だよ、ね。ヤクルトぐらいしかなくない？なんか。でもこんな、さっき褒めてくれたのに。あ、チビチビ下げてあげるならいいけどね、上げて下げるのは良くない。嫌な印象だから。いや、下げてば最後寂しい思いで、はい、飲みます。だけど、うま、色いいよね。無理やりだ。これ誰もずっとひっくり返してないけど。あ、大丈夫、見てます、見てます。あー、美味しい。違う、マイガスもうまいですよね、単純に。これちょっと持たせて。持ちやすいね。本当ですか？本当？もう持ちやすい。持ちやすいっすよ、マジで。これとどっちが持ちやすいかちょっと比べて。持ち比べてみて。うん。覚えて。いや、こっちの方が持ちやすい。あー、嘘だ。そんなわけなかろうよ。そんなわけなかろう。いや、なんかしっくりくるというか。なるほどね。木の優しさと。優しさですよ、優しさ。いや、持ち、まあ、いや、一回飲んでみてください。飲んでみたら分かる。西川君、持ちづらいや。持ちづらいですか？ほら。あ、うまい。もう持ちやすいのかな。分かんなくなってきちゃった。あ、ごめん。木で飲むウイスキーの味を知りたいの。ああ。いいですよ、これ。まあね、それはちょっと違う。そこまでやったらちょっと違う。ああ。いや、風味豊かになります、やっぱり。柔らかくたんで。木なんだから。うん。北欧の風。うん、あー、いやー、まだ俺そこまで研ぎ澄まされてないかもしれない。え、これつけた？これついてます、ついてる。ちょやらせてよ。あ、でもいやいいね、やっぱこういい、口当たりがいいから。あ、そう、口に優しいね。はい、それだ。持ちにくい、うん、持ちやすくはないよ。使わないで、ここ落としてもいい。慣れよね。まあ、慣れですね。スマホも最初さ、手に馴染まないから落ちそうやったけど、ね、今落とさないもん。落とさないですよね。これもさ、ロックをさ、押さえてないと曲がるやん。あ、だけどもうこうやって押さえながら飲む癖ついたらね、もう別に苦にならないというか。ヒロさんの山なんだ。家で寝てる。家で寝てる、一緒。これね、うん、そっか、家で寝る体勢だ、これ。